タレントのマツコデラックスが、今日5日に放送される日本テレビ系バラエティ番組、マツコ会議、毎週土曜23時チルダって、就活写真スタジオの撮影技術に興奮する。写真技術に驚くマツコデラックス、左、イコール日本テレビ提供今回は、アナ。ウンサー志望の合格者が続出しているという就活写真スタジオから中継。営業開始から20年になるが、ここで撮ると受かる写真が撮れる、と評判になり、昨年はタミ。ホキー局と NHK に入社したアナウンサーのうち5人が利用していたというお墨付きだ。撮影では、顔の角度や光の加減によって、優しそうな写真、美髪そうな写真、活動的でリポーター向きに見える写真、など印象を変え、られるそうで、マツコもそのテクニックに、そんなの考えてるんだ、そういうのが想像できやすいから撮られやすいってことね、と感心。CG などの修正はせず、メイクのみで仕上げているといい、さらに驚きの声が上がる。また、角度によって足の細さも変えられるといい、実際にその差を目の当たりにしたマツコは、すごい、これすごい、と興奮。被写体となったアナウンサー志望の女子大生に感想を聞くと、ダイエットしなくてもそう。せて見えるって楽ちんでいいですよね、と率直な答えで、マツコも思わず、素直。採用では、ここを評価してほしい、とフォローする。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。